たぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は、露光、兼用と攻略して孫策の牙城要襲の攻略準備が整ったところまで。それと長江を渡ったことで水上で襲われる心配もなくなったよ。それはでかいよな。南蛮軍はイカダくらいしか作れないから。さすがにイカダ大老戦じゃ勝ち目どころかまともに戦えないからね。その心配がなくなったのは本当に大きい。孫策がどこに逃げたかが気になるけど、それ次第では一気に孫策領を削り取れるかもだよ。そうなると怖いのが劉備軍だけどな。その対応は現在準備中だから。孫策軍への対応をしつつ戦わなきゃないから入念な準備が必要なんだよね。面倒な奇襲もあるしな。そういうことだね。ここあたりは後方の城扱いだから兵数が少ないな。体制が整う前に攻略してしまいたいところだよ。どこに向かってるの？武用か工業か。おとなしく耐えていればいいのにな。本当にね。まずは長遠退治。兼用攻略後に残った兵は約3万程度。南蛮大組に1万ずつ持たせて攻略いけるかだな。兵は送るけど時間がかかるから。あ、長遠は撃破。確認し忘れてたけど孫策くんは最早に逃げた。完全にじゃないけど孤立しているから。何もできなくなる可能性はあるね。軍団統合して慶州南部で体制立て直すべきだと思うけどな。それをしないのが孫策さんだよ。でさ、調査から出陣した部隊は攻領攻略みたい。と思わせて。そこからさらに西へ。どういうルートで移動しているの？もうわけわからん。関羽が調査を攻めようとしてるんだけど対応は。武陽では迎撃戦が始まった模様。あれ？攻領を目指してた孫策軍が。なんかし始めたね。武陽攻め。すごい進軍ルートだな。でもさ、これは補給線切られそうな気がするんだよね。劉備軍も老戦じゃないけど猛将からそこそこ早いんだよな。劉備軍の迎撃を考えなければ最高の作戦な気がする。劉備軍が補給線切断に動いているよ。こっちがやるときはすごい勢いで迎撃し返してくるのにな。終わった。孫策軍の稚拙な攻めを見ている暇がなかったよ。迎撃された。兵数少ないのにしてくるとは思わなかったよ。けど、南蛮王の一撃で突き飛ばした。相手はきちんと見ないとね。あとは風海を処理して。コツコツコツが。序突が悪い仕事をしたね。でも、移動先にきちんと向かった。準備が整ったから後の攻略開始。南蛮王の兵が少し減っているけど、アシュラ陣で一撃さ。とはいかなかったね。慶州南部の戦いは不思議なことに調査が生き残ってた。武陽の戦いに救援に行ったのかも。よくわからないけど、慶州南部の情勢は複雑回帰だよ。で、すぐ攻略できると思って兵運搬講師組も参戦させたら、なぜか手柄を持っていかれる。南蛮大組は何してたの？こう攻略できたからいいけど。だなぁ、攻略できたら正義。捕虜はいかがなもので。19人、捕虜の数も増えてきてるけど。ぱっと見小粒な上に軍艦が多いイメージ。武将数だけいても戦える武将は少ないということだね。少しやりすぎたな。攻めてきたり、前線にいたりすると初段確率は上がるから仕方ないよね。めぼしい武将はいなかったな。それに3Sもいなかったね。どこに残りがいるのやら。またもや劉備軍が調査を攻める。今回はさすがに無理かな。後方から兵が送れればいいけど厳しいかもな。送る兵がいないという問題もあるし。今の構図的には、正面からぶつかる劉備軍と、後方を荒らす南蛮軍という感じだもんだ。南蛮軍の扱いが不当な気もするけど、そんな感じになってしまっているよね。劉備軍が調査を攻める中、南蛮軍は海警攻めだけど、またもやアシュラ陣。いつも思うけど、なんで無理して迎撃してくるんだろうね。ここもそうだけど、アシュラ陣の餌食になってるもんな。南蛮王が無駄に海警からの反撃を受けているよ。戻すのも面倒なのでそのまま海警攻めー。兵数は少ないからすぐ終わるだろうしね。アシュラ陣が出ればな。
そこだね、問題は。出れば終わる会計攻めだけど、なかなか出ない。うん、厳しい。アシュラマチ。出た。ほんと楽勝すぎて何もないね。孫作軍が完全に落ち目になってるな。再走を攻略して孫作を慶州南部へ送り込めれば何か変わるかもだけど。再走攻略はなかなか難しそうだからな。そうなんだよね、孫作がいるというだけで難しくなるからね。で、今回の捕虜は12人。なんというか、後方の城の内政頑張ってた人たちという感じだね。内政頑張ってたんだろうな。まあ、うちには内政担当いらないから。もう使い道がないんだよな。何も取る施策がないからね。で、ここでさらなる問題が、会計攻略に集中してたら調査が落ちてた。悪くない。劉備軍の勢いがほんとやばいね。これを受け止めれるかって問題が今の南蛮軍にはあるな。慶州南部、さらには甲子や南海に抵抗するだけの兵がいると思えないしね。早くことを起こさないと取り返しがつかなくなるかも。と言ってもまだ準備が整わないから動けないんだよ。もどかしいなぁ。今は孫作軍ができる限り抵抗してくれるよう願うだけだよ。孫作が動いた。公領へのカウンターではないはずだから。え、まさかの効果でね。まさかまさかの正解なんだよね。何考えてんの。人員の再配置で効果の武将が減ったのを好機と捉えたようで。でも、孫作と曹操は劉備軍とぶつかりそう。無視して水上に出たけど、今度は調査から慶応に攻め込むみたい。これはほんとどうなるんだろうという展開だね。ここに来て劉備軍が元気すぎる。前から攻めっ気だけは溢れまくりだったけどね。何がどうなったのかわからないけど、孫作の補給線が切れてる。ほんと何があったの。一応自ら補給線は回復させたけど、曹操が投石でよもうと戦ってるじゃない。脅威の補給線を切り返した。もう何が何だかわからないよ。南部では霊陵から慶応へ全力で救援部隊が出陣したし、これは霊陵が攻められるフラグかな。地味に余毛も補給線を切られてた。孫作軍もだけど、劉備軍も何してるの。まか不思議な戦いだな。武陵から霊陵攻略部隊が出陣したな。早い段階で慶応を防衛して戻らないと霊陵が落ちるかもね。勝てる見込みが薄い気がするんだけどな。全然目立ってないけど、懸案攻撃準備中。もう何の影響もない攻撃だよね。孫作が劉備軍の対応に追われてる間に再走を攻めようかと思ったけど、基地として進まないんだよな。強行の流れは厳しいよ。ここで懸案攻撃開始。盛り上がりのかけらもないけどね。たどり着けないのかよ。数少ない山にある都市だから仕方ないよ。そう考えると不便な都市だよな。もう少し南の平地に建てればよかったのにね。まあ、アシュラ人町だけどな。まず一撃。もう一撃必要だね。こういう時はまず出ない法則。そう思うと長球の戦法はどういう計算のもとに使っているんだろうね。使う時は使いまくるしな。敵側が溜まったら即使用なのもなんとかしてほしい気がするよ。すごく今更だけどな。こっちが使えないのに AI 側はバンバン使ってくるわけじゃん。確かにな。そうすると難易度長球から落とすしかないよな。それはないね。じゃあ、諦めろ。そうするしかないか。全然アシュラ人が出ない。ぶちかます。と言ってたら南蛮王が仕留めた。さすがいいところは持っていくね。これで南側の防衛敵地は確保。次の段階へ進むためにもう一つなんだけど。その前に捕虜だな。コメントしづらいメンツだね。ひどい武将の詰め合わせみたいな感じ。このメンバーじゃ後方からまともに物資届かないよね。こんなところなんだ。慶州南部への攻撃を強める劉備軍をなんとかしなきゃないなと悩んでいるところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。